はい、でもう一回自分でちょっと解説してもらっていい？指が、はい、子供の時から右手の中指が、うんうんうん、はい、ちょっとやっぱおかしいですもんね、変形してますもんね、変形してまして、はい、で例えば、はい、これがいつか折れちゃう、うん、弱い気がして、はい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 、例えば、うん、ドッジボールをやって折れちゃうんじゃないかとか、なんか何かの拍子に当たって、うんうん、人よりも簡単に折れるんじゃないかっていうこと、いつも心配しながらこう、うんうんうん、だいぶ曲がってますね、生きてるので、はいはい、ちょっと力が入って、はい、疲れやすいなっていうのはなんとなく年々感じてるところです。はいはいはい、じゃあちょっとグーパーしてもらって、そのこの感じはどう？そんなにこれはまあ、ここは引っかかる感じです、はいはいはい、改めてやってみると、はいはいはい、その感じちょっと覚えておいてください。で今からねちょっとそれを調整してからどう変わるかをねちょっとまた取らさせてもらいたいんだけど、やっぱりこの指からちょっとやった方がいいみたいです。で肩は どっちだったっけ、左が今痛い、今肩は左です。左、はい、分かりました。はい、で今ちょっと右だけやってみたんで、ちょっと すみません伸ばしてもらって、はいはい、その感じが変わるかどうか、グーパーか、うん、軽くなりました。はい、軽くな、引っかかりがなくなります、引っかかりがなくなりますよね、はいはいはい、で、さっき今ちょっと疑問で、なんで変形するかって話なんだけど、うん、はい、ちょっと難しい話、変な話しちゃうと、指先から気の流れっていうのが入ってくるんですよ。例えば、この親指は、肺に行くエネルギー、生命エネルギー、気のエネルギーをこう取り入れて肺に送る。で、これは大腸に送るんだけど、うん、その、入り口が、うまく入らない場合、こう切れ、螺旋で入ってくるんだけど、入らない場合は変形させてでもこのエネルギーを取り込もうとする。うん、はいはい、そういう、だから電、まあ、電気信号的なその流れをうまく整えるためにわざと形を変えてでも作ろうとしてるっていう、はい、だから今すごい本当に変形してる人が多くて、で節がこう太くなってるだとか、はい、そういう人が多いっていう話です、はい、でそしたらその取り入れ口である、方がスムーズにこれが出入りできるようになれば、そうすればこの変形する必要がなくなってくる。もちろんだから変形しちゃってるものはすぐには変わらないかもしれないけど、動きが変わればいいし、もっと言うときれいに入ってくるんで、まあ、例えば大腸だとか、肺にこう生命エネルギーが入りやすくなる、はい、まあ、出し入れがしやすくなる、そんな感じで、もう一回右と左比べて、今右だけやってる、グーパーですね、はい、引っかかりがなくなりました、うん、はいはいはい、そうです、はいはい、ね、そんな感じで今までよりはこうまだ変形してるけど、入るようになればそれでいいって話、うん、はい、で左もやっていきますね、はい、